防衛装備庁がついにストブル・ヨーバージ計画を始動したとの情報をキャッチしました。今回は、このストブル・ヨーバージ計画、橋家を詳しく見ていきます。新戦術と新たな基地化が望めるこの橋家計画。出雲・潟子栄冠の改修に関する技術が必要です。このプロジェクトは、海事の出雲・加賀を空母化改修し、F-35B を運用する計画の一環で、当初防衛における補助として検討されています。その運用方法や効果については、まだ不明な点が多いですよね。2023年5月、防衛装備庁は、ストブル・ヨーバージ・橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示しました。その後10月に、この業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表しました。この業務は、航空自衛隊が導入を予定しているストブル短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ、橋家を研究するものです。防衛装備庁は、この業務に関しては、海事の出雲・潟子栄冠の特別改修に関する知識、技術が必要不可欠という前提条件を示していました。ところが、この条件に合う、必要な知識や技術を持つ企業は、ジャパンマリンユナイテッド1社だけでした。そして、応募者も同社だけだったので、当然の重行きとして選定したということです。だったら、わざわざ募集する必要があったんでしょうか？と思ってしまいますよね。この会社しかないのは分かっていたはずですよね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまいます。防衛省は、現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めています。この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能です。現時点では、バージとストブル機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明です。F-35B は画期的な新戦闘機ですから、最大限有効活用するため進めている調査研究は、今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているのです。ここで、F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見てみましょう。出雲や加賀が、運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい、給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより、離れ着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、橋家タスアルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって、橋家を重要箇所に置いておくのは合理的かも。海事は出雲、潟や日向、潟を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である、護衛隊軍は、しっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには、掃海隊軍を両用船部隊に指定して、これで陣地は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは、自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海事側は、機動運用艦隊になる護衛隊軍を、狭い海域の島嶼防衛に貼り付けるのは、愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから、見事に同床異夢ってこと。将来的に、海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから、運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に、臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、橋家タス機動集艇のセットに、燃料や整備品を乗せて、連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島から、さらに 400km 離れている南大東島のような離れ島に、F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。
材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこまぬいて何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、香川、この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら、他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもありえるよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-3 ボビー戦闘機なら、小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら、意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は、那覇、嘉手納基地のように、ミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく、中 SAM 改め、ブースターもつけて、長射程版飛ぶ機を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F-35B を、DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため。わかりやすく言えば、太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海地が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても、艦隊防空の確約はないから、適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に、海地がじまいの戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから、揚陸作戦に出雲、肩を回す余裕は全然ない。海事は、自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲、型はもともと機動運用だったから、海事は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は、海おのずと空自では、求める役割が全く異なる。つまり、運用が、いびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間 RORO 船が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合の RORO 船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲、型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用のストブル発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな。加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で有事の海の止まり木になるのかな。アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では。戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。ちなみに、RORO 船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことです。海事の艦艇と民間船を併用するという考えのようですが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保障はどうするのでしょうね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの某王妃みたいな考えではないと信じたいですが、橋家の利用についても高評価が多いと感じますが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して橋家を破壊するということも想定できますよね。橋家自体は普通の浮橋のようなもので、防衛能力はないでしょうし、素人の見方ですが、海上にプカプカ浮いてるものを
潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うのですが、どうなのでしょう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せていいのかなとも不安になるのですが、専門家がしっかりと考えてくれるのでしょうね。日本悲願の純国産戦闘機開発ですが、日英伊の3国で開発が決定しています。2024年度次期、戦闘機開発費が730億円に閣議決定され、次期戦闘機開発が加速していきます。今回は、2024年度730億円の開発費で、パーツ群の開発は進むのか、詳しく見ていきます。F3 戦闘機はアメリカと共同開発し、F-15 戦闘機や F-2 戦闘機に XF-9 エンジンを投入していけば今頃は出来上がっていたかもしれません。F-35 プラス F-2 に双発エンジン戦闘機、どこかの次期戦闘機開発案にありましたね。AI 無人機の方が早くできそうな気がするけどな。この2023年12月で日本、イギリス、イタリアの3カ国が新型戦闘機の共同開発を行うことを正式に認めてから早いもので1年が経過したが、その GCAP、グローバルコンバットエアプログラムも徐々に形が整いつつある。まずは日本側の視点から見てみると、予算の点からは、この12月22日に閣議決定された2024年度の防衛予算の総額7兆9496億円の中に、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラム向けに730億円が計上された。この GCAP、グローバルコンバットエアプログラム向けの2024年度防衛予算の730億円は、夏場の時期の概算要求の時点から微増となったたが、中身的には大きく分けて3つの項目の合計額となっている。もっとも大きなシェアを占めるのは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機に向けたもので、その機体自体の基本設計や機関部の詳細設計等に640億円が充当されている。ついで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機に随伴するための無人航空機に対して、そこに必要な人工知能等の技術研究に48億円の予算が投下されることが確認できる。さらに、最後は、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推し進める上で必要となる、日本、イギリス、イタリアの3カ国にて、開発期間を設けるための拠出金に42億円となっており、これらの総合計が730億円となる計算だ。こうした日本における予算上の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに対する動きと呼応して、政治的には、日本、イギリス、イタリアの3カ国の各防衛大臣がこれに先立つ12月14日に新たな動きを行った。これは、その日に、日本の木原防衛大臣、イギリスのシャップス国防大臣、イタリアのクロセット国防大臣が東京に集い、協議の上で、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの政府間機関の設立に関する条約を締結したことによる。今回の3カ国の防衛・国防大臣による条約の締結によって、今後は、その開発を一元的に管理する政府間機関が、GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションと呼称されることが決まった。この GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションと呼称される政府間機関、各国の政府から、
公式な公表は行われていないが、イギリスに本部が設置させるとめされている。その上で、GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションの初代の責任者には日本人が就任するとみられており、場所を、イギリス、人を日本が抑える形が想定される。加えて、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの推進には、各国から参画する軍需関連企業の共同企業体たる JV、ジョイントベンチャーも設立されることが、その進め方として否定路線となっている。共同企業体たる JV、ジョイントベンチャーの中核となるのは、参加各国を代表する防衛軍需企業だが、日本では三菱重工業社、イギリスでは BAE システムズ社、イタリアでは、レオナルド社が、その筆頭に挙げられるだろう。また、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいても、鍵となるであろう機関部の開発には、日本からは IHI 社、イギリスからはロールス・ロイス社、イタリアからは、アビオ社が参画することが決まっている。さらに、近年の航空機において、その性能を左右する大きな要素の一つ、電子機器類アビオニクス関連には、日本からは三菱電機社、イギリスからはレオナルド UK 社、イタリアからは、レオナルド社とエレクトロニカ社が名を連ねている。こうした多くの防衛軍需企業を束ねる共同企業体たる JV、ジョイントベンチャーは、こちらも、本拠地はイギリスに置かれるとめされているが、その初代の代表には、イタリアからの起用が行われる方向だと報じられている。ここまでの流れを総括すれば、政府間機関たる GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーション、共同企業体たる JV、ジョイントベンチャー、ともに、本拠地はイギリスに置かれる。そして、それらの組織を統括する人材としては、GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションには日本人、JV、ジョイントベンチャーには、イタリア人が据えられる方向となっている。この流れを見ると、個人的には、やはり、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、実質的には、イギリスが主導する形に見え、日本とイタリアにも花を持たせる意味で、人事面で、責任者の登用が起訴されているように感じられる。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの前身とも言うべき、イギリス・イタリア・スウェーデンで進められてきたテンペスト計画においても、イギリスの BAE システムズ社は、主導的な立場にあり、その構図は大きくは変わらないと見るべきなのだろう。テンペスト計画は、いわゆる第6世代戦闘機の開発プロジェクトとしては、当時は、世界で最も進んでいる計画の一つと目されている時期もあったが、昨今は、思うような進捗が聞こえてきていなかったようにも感じられる。それでも、日本やイタリアが中心となって、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進できるほどの技術力を保有しているとは言えず、イギリスに止まらず、世界的にも著名な BAE システムズ社のマネジメント力に期待するほかないのだろう。そもそも、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発される予定の有人戦闘機について、日本では、アメリカと共同開発を行った F に、イギリスとイタリアは、ドイツ・スペインと共同開発を行ったユーロファイタータイフーンの代替を目指している。その代替時期が、日本とイギリスとで、2035年の実戦配備を目指すという点で、時期的に完全な一致を見たことが、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進する大きな要素の一つとなったのは言うまでもない。日本の場合、現行の F2 を GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発させる予定の有人戦闘機で同数で代替すると仮定すると、およそ90機が最低必要数となるが、決して大量だと呼べる数量ではない。イギリスは各種のバージョンのユーロファイタータイフーンを合計で160機、保有、運用しており、同じく、イタリアは96機となっているが、日本と同様に同数を調達すると、3カ国の合計はおよそ350機ほどとめされる。ここまで考慮しても、第三国への輸出や、今後の3カ国の増加を考慮しなければ、
GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機も決して大量生産が前提となっているとは言えないことは明白である。ちなみにヨーロッパ各国で一応の共同開発に成功したと評価して良いであろうユーロファイタータイフーン派、他のドイツやスペイン等のヨーロッパ以外に一部の中東諸国にも導入され、総生産数は600機を超過する見込みとなっている。ここまで GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の数量も確保が可能となれば、1機あたりの開発コストの大幅な低減が期待できると思われるが、現状では困難だと言わざるを得ないだろう。日本が誇る海上自衛隊の潜水艦が、わずかな時間で全滅しかねない可能性があるそうです。今日は、その最悪のシナリオについて見ていきたいと思います。海上自衛隊潜水艦が22隻体制整う中、世界最強静粛性で日本海域を防衛しているが、近年、中国の膨大な軍事拡大で、極東の緊張状態が、一気にレッドラインに引き上がったような。海上自衛隊では、2017年、平成29年、現在、他国の止まらない軍拡、隣国のアサコとか、や海洋進出に対処するために、潜水艦隊の増強を進めています。しかし、増強しているというのに、潜水艦隊は、戦わずして、総崩れになりかねないという致命的弱点をそのまま放置しているという、大きな矛盾を抱えているというのです。もともと、海上自衛隊の潜水艦保有数には制限がありました。16隻プラス2隻の練習潜水艦ということだったのです。しかし、政府は2010年、平成22年、これを22隻プラス2隻の練習潜水艦にまで拡張することを決定しました。これは、尖閣諸島で中国艦船が日本の巡視船に衝突した事件があった時期ですね。日本で潜水艦を建造できる企業は、川崎重工と三菱重工の2社のみで、どちらの造船所も神戸にあります。防衛装備庁は、それぞれに定期的に仕事を発注し、技術やノウハウを継承させるため、1年に1隻というペースで、交互に随意契約を行っているのです。つまり、海上自衛隊には、1年に1隻、必ず、新しい潜水艦が就役することになります。同時に、1年に1隻ずつ退役することで、プラマイゼロになり、定数を維持し続けているのです。したがって、これまでは、慣例16年で一線を退いていたのですが、これは、世界的に見ても珍しいほど短命ということでした。本来は、まだまだ現役で使えるのに、定数に合わせて退役させなければならないという、もったいない使い方だったのです。SDGS は一体どうなってるんだと言いたいところですね。今後は、現役期間を22年に延長して、定数22隻で行く予定になっているそうです。さて、潜水艦は発見することが極めて困難なので、水上を航行する船舶に、ほぼ一方的に攻撃できる兵器です。逆に言えば、お互い様ということで、飛騨にとって、脅威度が高い兵器と言えましょう。ですから、定数が増加すること自体は、抑止力が大きく強化されることが期待できるとも思われます。ところが、冒頭に記したように、万一の有事の際、敵がその気になれば、虎のことも言える海上自衛隊の潜水艦隊を5分もしないで、ほぼ総崩れへ追い込むことができるという嫌な可能性があるのです。
2017年1月現在、海上自衛隊には、親潮型潜水艦10隻、より新しい双竜型潜水艦7隻を実戦配備され、練習潜水艦2隻も保有しています。これらの潜水艦は、潜水艦隊司令部のある横須賀基地、神奈川県もしくは5基地、広島県のいずれかを母港としています。どちらの基地も公園に面した岸壁や桟橋に、無防備な状態で停泊させているのです。外から、丸見えの場所で、魚雷装填作業なども行っているのです。5基地などは、保証が一人もいないので、一般人ですら、その気になれば、柵を破壊して突入し、潜水艦に近づくことも不可能ではない状態なのです。ミリタリーマニアが、潜水艦の写真を撮って、SNS にアップしたこともあったようです。国民に開かれているということは、誰でも、他国の人間でも簡単に接近できるということに他なりません。万が一、敵国の特殊部隊が民間のバスなどで接近し、一気に突入した場合、これを阻止することはできないと思われます。基地内部に侵入しなくても、横須賀基地だったら、隣のベルニー公園か、大型商業施設の屋上から対戦車ミサイルを撃ち込めば、間違いなく5分もせずに、停泊中の潜水艦すべてが破壊されてしまうでしょう。また、数日間足止めすればいいのなら、もっと簡単に、自爆型ドローンを使うだけで潜水艦を損傷させることも可能なのです。もし、日本に本格的な侵略があった場合、敵国の輸送船や艦艇を阻止できる潜水艦は、専守防衛の主力になることが期待されます。と言っても、広大な四方の領海をカバーするには、おのずと限界がありますから、奇襲攻撃によって潜水艦隊が反壊してしまえば、それすら困難になってしまうのです。とある現役警察官の話を紹介します。前述のような奇襲攻撃の恐ろしいわけは、実行側には、ほとんどリスクがないことと、次のように解説してくれました。はっきりとした破壊活動なら、正当防衛として、自衛隊員が、武器を使って反撃することはできる。しかし、反撃する前に破壊活動が終わるのが実態だろう。その後で投降され、私たちは国の兵士だと名乗られたら、抗戦する法的根拠はなくなるのです。彼らが本当に兵士かどうか判明できないので、自衛隊か警察が、殺人、殺人未遂、銃刀法、建造物侵入などの容疑で一旦逮捕すると思われる。最大23日の勾留延長の間に、間違いなく、兵士という裏付けが取れたら、自衛隊が管理する捕虜収容所に引き渡すことになるのではないか。警察は、国際法の戦闘員の要件を満たさない捕虜の資格がない犯罪者として起訴しようとするかもしれないが、彼らが捕虜として祖国へ返されるかどうかは、時の政権の意向に左右されるところが大きい。実際、小泉政権や野田政権の時代、尖閣諸島に上陸した中国人活動家が逮捕されたが、起訴されることなく強制送還されたという事実がある。と詳しく語ってくれました。そういえば、2010年、平成22年、巡視船にぶつかってきた中国漁船の艦長や乗組員を逮捕はしたけど、何事もなかったかのように中国へ送り返しましたね。その人間が、再び、日本の領海に侵入したりしてなければいいんですが、小泉政権時代には、北朝鮮の要人と思われる男性が、日本の税関で逮捕されましたが、何事もなく送還されたということを思い出した方もいらっしゃるのでは？もちろん、他国が、実際に、このような強硬手段を取るかどうかは、わかりません。ただし、歴史を見れば、相手が強硬手段に出るわけがないと侮った結果、戦争を引き起こした例は数多くあるのです。ここ数十年に限って振り返っても、イラク戦争、湾岸戦争、フォークランド戦争、第四次中東戦争もそうですし、身のところ、太平洋戦争もその一つと考えられています。1941年、昭和16、当時のルーズベルト大統領は、日本の奇襲攻撃の可能性について報告を受けていましたが、日本を小国と侮り、
結果として、真珠湾攻撃で、太平洋艦隊の主力を失いました。敗戦から80年近いのに、12月8日には、未だに、騙し討ち地とか、リメンバーパールハーバーなどと言われ、アメリカでは追悼行事が行われています。それを見る日本人の多くが、もやもやとした気分になるのは、このせいではないかと感じるんですね。ルーズベルトは、日本の攻撃を知りながら無視して、卑怯者の烙印を押し付けたのではないかと推理する向きも多いですよね。ルーズベルトだったら原爆を落とさなかったのではないかという意見もあるようですが、いざとなったら自国民の命を最優先にするのが国の指導者の取るべき態度ではないでしょうか。もちろん原爆投下は絶対許せない蛮行ですけれど、そのパールハーバーに呉や横須賀がならないという保証はどこにもありません。前述の通り、至って攻撃しやすい状況なのですから、容易に可能な状態で何十年も放置され続けているのです。試験ですが、むしろ原発の方が危険なのではないかと感じるのですが、ウクライナのザポリージャの状態を見ても、原発の恐ろしさは東日本大震災で痛感した以上の脅威ではないでしょうか。北野耕作員が原発に爆薬を仕掛けるという小説があると聞きました。戦争で国民が死ぬか、放射能で死ぬか、どちらにしても、国民の命を考えて政策を施行してほしいものですね。護衛艦加賀の第一段階改修工事完了で艦首四角へと魔改造し、2024年度の F-35B 戦闘機認証テストを残すところです。艦首が四角で、シウスの位置が問題になっていましたが、今の位置がかっこいいと感じますね。今回は、護衛艦加賀第一段階改修工事完了で、空母化2隻耐性空母って、どんな意味をするのか詳しく見ていきます。空母化で、海上自衛隊には、どんな新たな任務が追加されるのか、新田原基地には、2024年度 F-35B 戦闘機部隊が設立されます。近平は終焉。空母について、取材に基づいた具体的な話が新聞記事として出てきたようです。こういった流れがあると、情報開示が進むでしょう。いいことですね。納税者にも、わかりやすい、丁寧な説明をお願いしたいものです。政府の1978年、昭和53年の見解を紹介します。当時の国会答弁によると、対地、対艦攻撃力のある航空機を主力として搭載している攻撃型空母は保有できないが、哨戒ヘリのような追潜水艦用の航空機を運用する機能も持ち合わせている対潜空母のようなものの保有は認められるというものでした。のようなものというところに苦しさとごまかしがありますね。バールのようなものなんて言葉を思い出してしまいます。2019年の説明では、出雲は多機能護衛艦ですが、ストブル機、垂直、短距離離着陸機、バーティカル、ショート、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフトを運用できるように改修しても、多機能、多目的な護衛艦であると政府は述べています。つまり、どんな改修を施しても、空母ではないという政府見解なのでしょう。出雲は、インド太平洋の海域を、この夏3ヶ月半航行しました。同乗して分かった現状や、海洋進出を強める中国とせめぎ合う安全保障の最前線についての報告を紹介してみます。最近は、小学校高学年以上の学生用に、防衛白書の内容を解説した小冊子があるそうです。
こういう副読本が登場したことに、時代の変遷を感じますね。この小冊子の中に出雲は空母という質問があるのです。回答は、空母には国際的な定義はありません。主に航空機の運用機能に特化した艦艇のことです。出雲型護衛艦には航空機を運用する能力も備わっていますが、輸送や医療などの機能も備えた多機能な護衛艦で空母ではありませんと記述されています。出雲は空母ではないと断定していますね。要するに、公式には空母という言葉は使わないのです。と言っても、現実に出雲型の空母化作業は進んでいます。空母化は進んでいますが、実際の運用に関しては課題が山積しており、これを避けることはできません。まず、空母化した出雲型護衛艦と F3 ボビー戦闘機をどういう風に組み合わせて運用していくのか、海おのずと空自の構想がここに至っても決定していないというのです。すり合わせができていないということでしょうか。次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのかという部隊運用の根幹に関わる重要な問題にも結論は出ていません。つまり、責任のありかが決まっていないということですね。一番大事なことではないかと思うのですが、それがまだ決まっていないとは、唖然とします。日本人らしいとは言えますが、これでは困ります。国民が巻き込まれる可能性もあるんですから、最高責任者が不在というのはありえません。某万博のように、責任者が、私ではないと逃げ回って済む問題ではないのです。艦載機は、ずっと甲板に乗せっぱなしだと思っている方も多いのではないでしょうか。実は筆者もそうでした。しかし、出雲型護衛艦は、戦闘機のその日の運用が終われば、格納庫にしまい、翌朝格納庫から出して甲板に上げることになっているそうです。びっくりしますね。時間も手間も人員もかかりますよね。万が一の場合は、乗せっぱなしでしょうが、毎日出したり引っ込めたりするんですね。F3 ボビーの管理者である空自は、出雲型に乗せている間は、毎日格納庫に戻さないで、常時、甲板上に置きっぱなしでも構わないという意向と聞きますが、海上を航行する艦艇の甲板に駐機し続けた場合、腐食や塩害が心配ですよね。機体が傷んでしまう恐れがあるのです。傷んだら修理も考えなければなりませんし、逆に手間がかかることになるのでしょうか。さらに、スペースの問題もあります。F35B のために、前から搭載していた哨戒ヘリの数を減らしたり、搭載しなかった場合、創設以来海自が最重視してきた対潜水艦船への能力が下がってしまう危険性が想定されるのです。防衛省は、哨戒ヘリを乗せずに出雲型が出航するなら、哨戒用ヘリと救難用ヘリを搭載した別の護衛艦も一緒に出航させる検討を進めているようです。出雲にお供が必要なんですね。これについて、海事内からは、ただでさえ任務が多くて、船のやりくりが難しい。出雲型に、必ず随伴艦艇をつけて出航することになったら、艦の回しがさらにきつくなるのは分かりきっているという声が聞こえてきます。当然の不満でしょう。出雲型一隻ではなく、他の一隻も使われるわけですから、二隻が海事としては使用できなくなるのです。現場を知らずに、議場だけで話を進められても困りますよね。空母化という言葉のイメージと、実際に行われる回収内容に落差がありすぎるという話が海事幹部から聞こえてきました。実際には、甲板に戦闘機が発着艦しながら、その傍らで、燃料や弾薬を補給することになる。時には部分的に解体して修理することもあるだろう。そのための、設備や工具、整備員もいるはず。そうした設備や担当人員を収容するだけのスペースや部屋も作らなければならない。今の回収内容では、こういうレベルには全然足りないということです。そもそも論ですが、出雲級の開発コンセプトは、守る船から守られる船へということだったそうです。そんな艦艇を護衛艦駆逐艦と主張するのは無理がありますよね。護衛する艦ではなく護衛される艦になるということは、立場が逆になるわけです。逆なのに、
こうした論理が通るなら、補給艦を護衛艦と呼んだり、護衛艦を補給艦と呼んだりしても問題ないということになります。のようなものに続く言葉遊びですかね。試験ですが、出雲、ガタは反空母になるのではないかと思うのです。保有している艦載機をすべて搭載するのではなく、平時は4機から8機程度を乗せて、必要な時に地上基地から増派してもらうというやり方です。もしくは、艦艇上での整備は限定的なものに留め、主要任務は燃料や弾薬の補給にするということも考えられますね。つまり、完全な空母ではなく、空母の機能をある程度持った艦艇として使用するのではないかと考えられるのです。使用方法に柔軟性がある艦艇と言えるかもしれませんが、別の見方をすれば、どっちつかずの艦艇とも言えるのではないかとも感じます。揚げ足取りのような感想ですね。補給用の中継基地として反空母を使用するという戦術も考えられるでしょう。陸上基地から出撃して、反空母に着艦して、燃料や弾薬を補充、再出撃するという手順がいけば、陸上基地から戦線への往復に比べると、パイロットの疲労は少ないだろうし、時間も節約できるはずですね。精神的にも、一直線に、前線や戦地に赴くより、一呼吸を置けるわけですから、少しは楽になるのではないかと考えます。また、エアカバーを陸上機に任せ、V トル機、バーティカル、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフト、垂直離着陸機少数を対地支援に回して、攻撃ヘリのように反空母から繰り返し出撃させるという使い方も考えられます。ちなみに、エアカバーとは、陸軍または海軍活動の間、敵機からの攻撃の予防をする軍用機の使用を意味するそうです。自軍の防御のことでしょうか。V トル機は滑走しないで垂直に離着陸できる航空機ですから、スペースに余裕のない艦艇では重宝される機体です。様々な兵装海空時の空中給油機や、電子戦機、早期警戒機、無人機などの装備体系が増え、空母の運用戦術も変わってくるでしょう。条件の異なる他国の真似をする必要はありませんよね。日本の国土に合ったやり方を考えてほしいと思うものです。